だったり、毛を吐いた立ちだったり、ジムの見習ったり、心から申し訳ないなと思ってます。以上です。いろいろ考えましたね。やっぱこうもう、まあ、1回で負けたら引退するって決めてたんで、まあ、やめるべきなのかなとか、格闘家としてはもう終わりなのかなっていう。たった1回ですよ、本当に。たった1回だけやめたいって言った時は、アマチュアの時に負けて、逃げ出して、その時だけですね。もうプロになってからは全然ですよ。やっぱこう、やっぱ強いですよ。だから信用してますね。はい、終わってからの1週間は最初の頃ほぼ寝れなくて、1、2時間ぐらいしか寝れなくて、ずっとファンの人たちが書いてくれたコメントだったり、いろんな人の声を聞いて、毎日気持ちが変わるし、すごい揺さぶられた期間だったんですけど、この10年間勝ち続けてたことで見えなかったものとか知れなかったことが、なんか今回の負けたことで見えて、それはすごい僕の人生にとってすごい 大切なことを知ることができたなっていう期間でした。やってよかったと思います。はい、もうプラスにしかならないと思います。僕らにとっても、タケルにとっても。さっきもジムにも直接来てくれて、手紙渡してくれたり、激励の言葉くれたりとか、僕も頑張りますみたいなコメントだったんで、やっぱタケルすげえなと思いました。今でもきっと勝利っていう結果で恩返しをしたかったって多分思ってると思うんですよね。こういろいろ背負わせちゃってたのかなとかって思ったりもするんですけど、でもそういうのも全部飲み込んで、武尊選手だから背負えたんだろうし、この戦いがこういろんな人の心に届いたかなと思っています。勝者がスポットライトを浴びて、で敗者は本当、まあ、静かにこう帰るイメージだったんですけど、その花道に本当たくさんのファンの人が集まってきてくれて、あそこでファンの人たちに言われた言葉が、ありがとうっていう言葉をたくさんいただいて、今までこの10年勝ち続けてきたんですけど、その勝ち続けた時の、まあ、どんなおめでとうよりも嬉しくて、勝って報われることはできなかったんですけど、本当たくさんの人からもらったありがとうって言葉が、本当どんな勝利よりも僕は報われたなっていうふうに思えたんで、本当に僕の中の大切な財産として、これからも生きていきたいなっていうふうに、思いました。武尊選手、どうもありがとうございます。返上させていただきます。